はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは。ぼうきさーんです。はい、ということで、今回のペットをやっていくんですけど、まあ、今回はね、やっぱり、日曜日ということで、やっぱり日曜日は縛りプレイに限るんじゃないですか。はい、ということで、今回やっていく縛りは、なんだったっけ。拳縛り、やっていこうと思うんですけど、時代がね、ちょっと旬が過ぎてるあれなんだけど、まあね、ネタがないんでやっていこうと思います。それでオープニング、どうぞー。はい、ということで縛りの詳細を喋っていくんですけど、拳縛り、素手縛りなんだけど、今回やるのはね、冒頭でも言ったんだけど、あれね、俺ちょっとね、最初ね、この前動画撮って編集やろうかなと思ったんだけど、ボツになったのね。なんでかって言うと、素手縛りって簡単すぎるんだよね。まあ、だから、もうちょっと難しくしたいなと思ったから、まあ、とりあえず、素手以外全部縛っていこうかな。例えば、ベッド破壊するときに TNT 使うじゃん。あれも縛ってやろうかな、ということでございます。え、あいつミッド行くの？論外じゃん。すごいな。ラッキーと、多分黒曜石にしたかったんだろうね。とりあえず、1拠点破壊、ナイス GG。で、アクアが多分、ハーマンド、お前、何ベッド壊してんだよ、クソ野郎っての反撃してくると思うから、なるべく早めに潰しておきたい。で、とりあえず真正面から戦うと 100% 死ぬんだよね、これ。危険結構痛いのよ。だから、とりあえず殺すっていうよりかは落とすって感じですね、今回は。アクアはこういって上がっていって、ここの、あ、赤死んだか。赤死んだってことは、アクアの物資が多分、エメラルドとかダイヤ持ってるってことだよね。ちゅうことは、おい、俺の起点くんじゃねえ、このクソ野郎。うわぁ、うぜぇ、落ちろ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 、多分落ちないね。お前覚えとけ、この野郎。あー、クソうぜぇ、覚えとけ、この野郎。お前絶対落とすからな。絶対覚えとけ、この野郎。で、とりあえず、グリーンが、俺のこと次絶対 100% 狙ってくるんだよ。多分ね。なんで、落としてやろうか。あー、ブルー、あー、はぶったのか。じゃあ仕方ないか。やだな、嫌いだな、こいつ。ちょっと TNT 使えないの？あー、ちょっとそれしんどいな。やめとこうか。いや、でもな、透明じゃない、ジャンプ飲んだしな。もったいない。もうここは行こう。いないよね。頼むよ、マジで。帰ってきたんだけど。やっやっやっ、危ない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 、この野郎。あっぶんな。落ちて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 。オッケーオッケーオッケー。ナイスナイスナイス。はあ、危ない。はあ、危ない。ざまあ見ろ、仕返し。オッケー。ジャンプオーションがいい感じに切れたね。ここ詰めてくると思うから。でもここ一点引かして。あぶねえ。死んだと思った。ジャンプオーションのよかった。ジャンプオーションよかった。危ねえ。じゃあ、とりあえず赤行こうか。赤じゃない、レッドか。レッド行こうか。多分、レッドはピンクとか言ってんのかな、わかんないけど。あー、防衛してない。それはマジありがてえ。で、とりあえず、ダイヤモンド10個あるから、プロテクションとか、見つけようかな。オッケー。あっちー。とりあえず、細工速度上昇をつけて。めっちゃいいじゃん。よいしょ、物資。あっちいいね。とりあえず、透明ジャンプ、持ってるんで、次どこ行こうか。ピンクかな、これ。あ、レッド死んだか。うわー、ピンクめんどくさー。ピンクめんどくさー。なんだその場合、この野郎。ちょっと、レッドさん、ちょっと頑張ってよ。ちょっとここは、グリーンの動きを見つつ、ピンクがミッド行ったり、ピンクが動いたところを狙っていこうか。痛い。で、取って。落としたい。お、やべ。これはやべ。あぶねえ。
いいぞ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 、間に合う間に合う間に合う、全然間に合う全然間に合う全然間に合う、いける。おっげ、負けたかと思った。危ねー、逃げよう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 、よし、いいぞいいぞ、よし、よかった、あれはよかった。やっぱジャンプポーションの機動力半端ねえな、大好き。 OK、 じゃあもうとりあえずピロト3つけて最後に戦いに備えようか。あー危なかった、負けた。あ、心臓止まりかけたで、危ねえな。あ、心臓止まったかと思った。あ、やっぱここにあったか、透明ポーション、この野郎。ほい、 OK、 プロト3、 OK、 あっちいいね。まあ残りはもう金リンゴオンリーでいいかな、金リンゴオンリーと、まあ、とりあえずまあ羊毛少しでいいかな、まあ、あといらないか、いらないね。 OK、 と、あっ、危ない、もう慎重に行こう、慎重に慎重に、調子ゆっくり、まあ、ゆっくりすぎると、まあ、またまた危ないんだけど、まあ、とりあえずなグリーンなんだよな、グリーンがちょっと危ないかな。もう危ない、30秒か、落ち着いていこう落ち着いていこう、気づかれないようにアサシン行動超大事、ここで落ちろ、うわー、それはね、大丈夫大丈夫、落ちて落ちて落ちて、どこ行った、え、お、よし勝った、よし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 、ふぅ、あぶねえ、死んだかと思った、よし、最後ラストパート、ラストラストスパート、ラストスパート、オッケー、エメラルドが4つあるから、1つは、いやー、もうジャンプポーション使うか、ジャンプポーション買おう、ジャンプ透明、ジャンプ透明いろいろ買おう。あー負けたと思った、もう怖い怖い。多分エメラルド回収するから、結局了解した、下降りたね、よし、さっきゴリゴリに体力削ったやな俺のこと、お前この野郎この野郎この野郎、勝った勝った、やったオッケーよし、ということで TG です。はい、というわけでいかがだったでしょうか、拳縛り、まあ、素手縛りどうでしたか。難易度はね結構高い、あのね、こうちょっとテイクかかってるんだけど、あのダラダラやりすぎると敵が黒曜石で固めちゃって無理ゲーになっちゃうのね、うんそれと、なんていうのかな、こう慎重に立ち回らないといけないのね。うん。特に最初の序盤なんて、カワフルの農園茶で素手だから、結構エイムが必要なので、俺エイムないから、どうしようかなどうしようかなって。まあ、エイムがないから、まあ、とりあえず本当に接敵しないように接敵しないように、本当にヌーブの立ち回りで、まあ、Sチャンネル行動しながらなんとか勝てたって感じだから、まあ、結構難易度は高いと思う。やってみて。はい、ということで今回のご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録や高評価の方よろしくお願いします。はい、ベルボタンもね、ちゃんと忘れずに押しといてください。ちゃんと通知が届くように。はい。じゃあ、今週1週間お疲れ様でした。バイバイ、お疲れさん。じゃあね、バイバイ。